覧の皆様こんにちは、ホステルと申します。プレイステーションのティドクライシス2で遊んでいきましょう。難易度は最高難易度とハードでプレイしております。では今日もよろしくお願いいたします。いってー、熱烈な歓迎を受けてしまった。危ねえ。ちょっとこれしぶきの描写がえぐいね。コバコバとした備品が並んでいる。前回最後で手に入れたキープレートはここで使えないね。ここ行けるのはレジーナか。主人公はディランとレジーナの2人。この2人を交互に操作しながら、この軍事基地をはじめとしたジャングルとか、その辺をどんどん探索して、で、この恐竜がはびこる時代に放り込まれた研究員とか兵士たちを救出するのが道なんだが、しかしミイラ鳥がミイラになってしまうか。あぶね。なるべくあんまりバック取られないようにして戦わないとね。お、敵倒してた。前回手に入れたキーはどこで使えばいいんだろう。ちょっと戻ってみるか。T-Rex に襲われて、ろくに探索できてないからね、この基地前エリアは。いるんかい。いるわ、T-Rex。どこだ。いっけー。こすかれただけでこのダメージ。機材保管室か。ここには一体何があるというのだろうか。なんか武器とかあればいいんだけどな。これは対侵入者用のシールドシャッターを制御するパネルだ。あ、はい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 、ここだ。人々のデータを管理するスーパーコンピューター。ここで使えばいいってこと？キープレート、これ。いちいちアイテム画面からじゃないと使えないのか。反応がない。あ、この端末には対応していない。なるほど。他のものを手に入れないといけないというところ。なんか売店臭いな、これ。なんかいい物資あるかな。アイテムがくるくる回転してくれてるからありがたいね。機材保管室の機材搬出。ここにある使える機材はすべて明日、研究施設に搬出する。研究施設では来月から大規模なシミュレーションを行うらしい。そのためデータ保存に使用するコンピュータがいくらあっても足りないとのことだ。シミュレーション、シミュレーション。タイムゲート復活プロジェクトは今壁にぶち当たっているようだ。今回のシミュレーションで打開策が見つかればいいのだが。今日中に研究施設のキーカードを運搬部隊長のウルフ少尉に渡しておくこと。キーカードはこの部屋の壁のボックスに保管されている。兵士たちの家族約250名は先月で全てエドワードシティ居住エリアへの移住を終えた。あとは全て我々の頑張り次第ということになる。エドワードシティというところに民間人がたくさん取り残されているとでも言うのだろうか。ここで使えば、その、何がしか手に入るってことかな。よし、来たね。研究施設のキーカードを取りました。You have inserted an incorrect key. Trespassing confirmed. This room will be locked.つうか、なんで不正なキープレートなんてものがあるんだよ。この状況下でどうやって侵入者が。侵入者って言ったら恐竜ぐらいしかいないんだけど。Regina, over. This is Regina, over. Regina, I'm trapped. I'm at the military facility. I need your help, over. Did you swing your precious machete around? Well, I guess I can help you out. Over.Good. Okay. I'll put a key in front of the door as a mark. Don't let me down. Over and... で、ディラン君の大ポカで操作キャラクターは切り替わって、このイーケツのレジーナじゃん。いい、
操作キャラクターが切り替わる。ミッションデータが更新されました。現在の任務、軍事基地に閉じ込められたディランを救出する。全く手間かけさせやがるなといったところで、場所もご丁寧に表示されて、今レジータどこにいるんだ。パトロールシップっていうところでいいのかな、画面右の。では向かっていこう。ただね、ディランに比べて武器が弱いとよ。持ってる武器がハンドガンと、あとはこのラージスタンガンなんだけど、ハンドガンがとにかくね、ショットガンに比べて敵をひるませることができなくて、戦闘は結構苛烈なものになると予想できる。そこはこの俺の立ち回りでカバーしていきたいといったところ。で、赤くランプが灯ってるところはスタンガンで進行できるようになるはずなんだけど、よし、マップは全て埋めたいね。あ、これディランのスタート地点だ。とりあえずもう一つルートがあるから、そっちの方を覗いてみよう。コロコロマップ開きながら行くけど勘弁してくれ。俺どうしてもね、方向音痴なもんだからすぐ迷っちゃうのよね。ただこっち側離れていくのでは。なんかいるわ。おっと、下に T-Rex、 赤眼の T-Rex かな、あれは。新しいティノファイルを見つけた。アロサウルス、奇妙なトカゲ。体長 8.5m、 体高 3.0m、 まあ、大体ね、肉食竜で T-Rex とベロキラプトルとの間、中間ぐらいの大きさの肉食竜だね。 8m を超す巨体にもかかわらず 2m の障害物を軽く飛び越し、獲物の逃げ道を瞬時に塞ぐと。実際飛び上がってくるはず、アロサウルス。でこいつはあんまりね、相手にしたらダメだわ。まあここに書いてある通り、頭には攻撃があまり通らなくて、横に回り込んで攻撃しないといけないんだけど、武器の火力が低いうちはまともに戦ったらダメだわ、アロサウルスとは。今みたいな状況で、ね、だから出てきても基本放置で、なんとか逃げ切るしかない。青い体表が目印だわ、アロサウルスは。ほら、こんな感じでハンドガンがまた弱えのよ。やばい、これ死ぬかも。あ、これアイテムは一応共通なんだ、ディランとレジーナ。レジーナはあんまりね、この段階では戦えない。触んだ。もっと強力な武器が手に入ってからじゃないとマジで戦えたもんじゃねえぞ。これで難易度一気に跳ね上がったね。エクストリームといったところか。このルートでたどり着けんのか、向こうまで。普通に進めてるけど、ここはちょっとスルーしかあるまいよ。戦えねえぞこれ。ちょっと待って、毒植物エリアってこれ通れたくない？このエリアには植物の放つ毒性の胞子が充満している。突破するには植物を焼却する必要がある。そう、あそこ行けないのよ。火炎放射器手に入れたからじゃないといけないんだよね。え、つうことはさ、これ普通に行けねえじゃねえか。ディランのところまで無理やり突破しようとしても死しか見えない。まあ行けるところがもう一箇所こっち側あるから、行けるだけ進んでみよう、こっち側に。どんどん遠く離れていくけど、マップを一つ切り替えるごとに確認していって、リサーチファシリティ、これ以上先に進んだら一体どうなるというのだろうか。
あ、ここアロサウルス出てくるとこじゃねえかな。確か段差がたくさんあるところ。ブーブーが上から落ちてきて、そしてなんか変なやつも落ちてくると。こいつ基本的に頭向けて、おちょ、どっちに移動してんのお前。なぜ敵の方向いている。硬い頭の部分をこっちに向けて攻撃仕掛けてくるから、現段階では手に負えない。今は逃げの一手で施設裏庭に入っていく。ディランの元からどんどん離れていってるんだけど、これ絶対ちげえよな。向かう場所が。威力は割かし高い。そこまで段数かかんないね。いって、降りろ。無敵時間を利用して、よっしゃ。一体ずつならね、まだなんとかなるんだけど。あ、ここはディランじゃないといけないんだ。ここで進行打ち止めか。ふぅ、ここはセーフルーム臭いね。レジナ用のアイテムが欲しい、武器が欲しい。とりあえずハンドガンじゃ戦えない。この難易度、毒性植物の焼却作業について。 PP34、 最近この施設付近のジャングルに毒性植物 PP34 が異常発生している。直径約80センチの本体から毒性の胞子を噴出し続けると、それを吸入した隊員は現在意識不明の重体だ。薬草採集班は一時その任務を中止して至急処理班を結成せよ。そしてフレームランチャーによる焼却作業に当たってほしい。作業の際は十分注意することと。そう、フレームランチャー、これを手に入れることによって、あと毒性植物を燃やし尽くして、それで先へ進んでいけという感じになっている。いやー、とりあえずセーブできると一安心だよな。ファイヤーウォールとフレームランチャー、1万6000もすんの？高くない？とりあえずさ、いずれにせよ敵を少し倒して金を入手しないとダメってことか。ただハンドガンのね、カートリッジも増やしたいんだよな。ちょっと待てよ、これお金が必要すぎてさ。困るわ。ひょっとしてディランパートで稼ぎしといた方が良かったかもしれないね。これセーブデータいくつかに分けとけばよかったかも。ショットガン使えるディランのうちに稼ぎしとくべきだったわ。これレジンの操作だったら積むかも。これなんとかマップをノーダメージで切り抜けてポイントたくさんもらわないと。おっ、なんかイベント起きちゃった。太ももがいいね。そして出てきたのは可愛いニャドコでしたとは。Listen, young lady. I don't want to do this to you, but you've left me no other choice.
ですね、高速プレイ。まあ、しばらくはこの場にとどまってもらって危険人物なんでね。まあ俺はしこしこと稼ぎをするか。じゃあポイント貯めてフレームランチャー買わないことには先に進めないしね。けど先が思いやられるな。いって、はっ、それは汚いでしょ。ちょ、映す気、映す気がないんだけど。俺にさ、銃を撃つ隙を与えてくれ、お前らは。3体同時だったらきついな。この段階で蘇生薬は使えんぞ。それこそ、セーブポイントが近い時とかなら全然いいんだけど、今の状況だったら、セーブポイントすぐだったから、いやー、ライダースーツの女のイベント終わったところでもう一回手動セーブしとけばよかったわ。イベント一つこなすごとにセーブしとかないと、マジでやべえ。だけど、ちょっと待てよ。確かこのファイヤーボールでも、毒性植物燃やすことできたような記憶があるんだけど、どうだったのかな。確かね。うろ覚え、その辺は。それならあんまりお金貯めなくてもいいんだけど、早くディランに操作キャラクター戻したい。ひょっとしてこの難易度ハードってさ、2周目以降前提の難易度では。武器持ち越しとかできてさ、1周目から2周目にそれ前提でやる難易度じゃねえだろうな。いくらなんでもあのダメージはえぐいべ。回復アイテム垂れ流しながら進まないといけないから、まあ、段差利用して戦おう。段差利用すればわりかし安全にいけるでしょ。ほらよ、もう一体いなかったっけ。あれ、連発しればわりかしなんとかなる。あとは打ちまくって、ノーダメージボーナスもらいたいから一回マップ切り替える。これ2000もらえるからね。これはでかい。これを繰り返しポイント貯めればいいのでは。つうか敵一体倒してその度にさ部屋から出ればいいだけでは。めちゃくちゃ汚いやり方ね。これで出れば2000もらえるんじゃないの。もらえねえんだ。そうは問屋を下ろさんといったところか。ある程度敵を倒してからマップ切り替えないとダメってことかな。当然マップ切り替えると敵の体力全開するでしょ多分。ただこれ無限脇じゃないと罪あるな、このゲーム性は。だから敵は無限脇ではない。何体か倒してノーダメージボーナス狙っているか。無理なんだけど。いってー、体力常に最大保ってないとまずいね。これはなので回復薬小を使っていきましょう。回復薬台はあんまり必要ないかもしれないね。2発もらったらほぼほぼ召されるから、だから1発使うごとに細かく回復薬小を使ってしのいでいくっていうようなやり方が一番賢いかも。まあとりあえず飛びかかってきた時に打っていくのが賢いかもな。これ何体か敵倒さないとノーダメージボーナス多分成立しないんだ。5体とかかな多分。今5体倒したよね。そういうことは5体倒してマップを切り替えればいいのでは。いやマジでハンドガン軽く引くぞこれだけど。
断層をうまく利用して少しずつ敵を処理していくしかない。降りて！飛び降りてくる前に処理したい。これでいいのでは？先進んで大丈夫かな？まだ来るよね。降りて！あー無理か。ノーダメージボーナスが結構湧くなこれ。やべ、弾ない、弾がない。ちょっと一旦セーフルームに行きたい。これ収支的にはどうなんだ。回復薬しようっていくらだっけ。マジできつい戦いなんだけど。まあコツコツ行くしかないね。だけどこんな感じで少しずつ金貯めて、それでフレームランチャー買うしかない。一触発即発の油断のならん状況だわ。ハンドガンの弾薬数増しときたいな。これ100発じゃ心もとないぞ。あ、だけどなんだかんだで少しずつお金貯まってってる。これ繰り返しやるしかないね。よし、そしたら一旦動画は終了して金貯めるわ。フレームランチャー買えるまで。で、金が貯まったところから再開にします。今日はここまでね。ご視聴ありがとうございました。